はい、さあこっちの林です。今日はですね、ライディングの、例えばテイクオフだけで終わってしまうとか、あとはなかなかスピードを出すことができない、そしてね、あとはテイクオフしたらただ単に 走るだけで終わってしまう、あとはねそこそこアクションはできるけどなかなかボトムターンがね、ターンがドライブしないという方のね、じゃあ何が原因なのかなっていうことに関してね、その根本的な原因を今回はですね、このリバースエンジニアリングっていう手法を使って、ね、この動画でね話していきたいと思います。まあ、ここに原因が書いてありますね。主な、問題ですね。テイクオフだけ終わってしまう、スピードが出ない、走って終わる、ターンがドライブしない、まあね、似たような悩みね結構ね多いとは思うんですけど、でその原因何かなって言ったところをね、こうだん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 こういろいろ突き詰めて考えていくと、まずはスピードが出てないっていうことが、ね、この一つのねこう原因になってきますよね。スピードが出てないので、まずサーフボードに乗っている自分の体勢、まあ、体がね、まあ、動作だったりがその辺が不安定になってしまっている、なぜふらついてしまうのかなとか、なぜ不安定なのかなとか、まあね、体の使い方が間違っているとかっていうことがね考えられますよね。でそしてその体の使い方が間違っているっていう原因は何だかなって考えてみたときに、まあ、感覚的な動作で、まあ、動作自体も意外と不明瞭、実際どうやってるのかなっていうことをなかなかねこう口で、まあ、言葉で、ね、説明することができないっていうところがあったりすると思います。じゃあそれはなぜなのかなって考えたときに、動作の基準を知らないっていう、ね、ことが考えられますよね。でじゃあ動作でまたこのね体の使い方が間違っているっていうね、原因が、まあ、ちょっとこうまた別の原因があったりして、それは古いセオリーでやってしまっているっていうのがね、一つの、まあ、原因だったりします。でその古いセオリーでやってしまっていると、運動力学的に基準がずれているっていうことが、ね、考えられます。まあ、古いセオリーなので、まあ、これがね感覚的で不明瞭っていうところにもねつながったりしますよね。まあ、これがね一つの、ね、根本的な原因ですね。運動力学的な基準のズレがあるので、動作が自分の動作が不明瞭っていうことがね起きてしまってます。それをするためにどうしたらいいのかっていう時に考えた時に、じゃあ体の作り方、体の使い方の基準を作っていきましょうと、でそして動作の順番を覚えましょうということですね。でそして次またここに戻って、スピードが出てない原因、もう一つの原因は、まあ、体の使い方があって、もう一つは波ですね。サーフィンは波の上でやるものなので、どれだけ波のことを、波が、ね、使えるようになるかっていうのがポイントになってくるんですけど、まずねこのスピードが出ないとか、走りすぎてしまうとか、テイクオフだけで終わってしまう、そしてターンがドライブしないっていう原因は、波を使ってる場所が悪いっていうね大きな原因の、もう、まあ、波っていう要素の一番大きな原因ですね。でそこからじゃあなぜかなって考えていった時、まず一つは視界が狭い、視界が狭いので波が見えてない。でなぜかなって考えた時に、テイクオフで視界が狭いので、テイクオフで視界を広くするとね波がね見えてきますよね。じゃあテイクオフで視界が狭い、なぜかなって考えた時に、このテイクオフからライディングのつなぎの時に、どれだけ、まあテイクオフまではね、こうパドルするまでは結構視界が広くても、その後のが頭真っ白になってしまったりとか、視界が狭くなってしまうっていうのは、テイクオフからライディングのつなぎのところが、まあ、そこのつなぎのところで頭がね真っ白になってしまったりとかね、焦ってしまったりっていうことがね起きています。なのでこのテイクオフからライディングのつなぎをどれだけ、その時点でどれだけ、視界を広くすることができるようになるかっていうことがねすごく重要になってきます。でじゃあまあそれとつながっていくんですけど、これ、ね、まあ、波の使っている場所が悪いっていうのと、なぜ波を使っている場所が悪いのかなっていうと、見ている場所が悪いかなというところがね、ことがね考えられますよね。で見ている場所が悪いっていうことは、じゃあサーフィンのライディングで
どこを使うっていうその場所の認識にズレがあるっていうことが考えられます。ということは目線がズレてるっていうのが一つあるんですよね。まあ、そのためには正しい目線っていうのをね覚えなきゃいけませんよねっていう話ですね。であとはここにもう一つ一番ここがポイントになってくるんですけど、進行方向のズレですね。結構抵抗したらみんな横って考えるじゃないですか。横に走る、これだと永遠にもう走って終わるだけだったりとか、スピードが出ないとか、ボトムターンしてもターンがドライブしないとかっていうね、そういう原因をここにあります。そのじゃあ進行方向のズレがなぜ起きてるのかなっていうことを考えたときに、波のベクトルに欠けている要素っていうのがあるんですよね。横と縦って考えられてるんですけど、じゃあ縦ってどうやって使うのかなっていうことを考えたときに、そこにある要素を足してあげることで、どの方向に動いていくのかっていう、ね、自分はサーフィンでどの方向に動いていくのかっていう、これがね大きく変わるので、正しい目線どこ見たらいいのか、そのどっちに動いていくのかってことが分かると、パワーゾーンが見えてくるようになったり、波の見え方が大きく変わるんですね。そうすると波の使い方っていうのも変わってきます。でそれがあって、初めて目線っていうね要素が積み上がっていくので、この波のベクトルっていうことをね、どれだけ意識できる、まあ意識して見れるようになるかっていうことをね、やっていくだけで全然波の見え方がね実際に変わっていきます。でこれを波のベクトルっていうのを、意識して、まあ、サーフコーチングでねレクチャーしたら、全然見え方が変わって、今までこれダンパーだなと思ってた波がダンパーじゃなくなったりとか、今まで無理だと思って行けなかった波が行けて、なんか今日調子いいかもしれないですみたいな、ね、そんな感じでね変わっていくので、であとはねライディングだったらより深くボトムを使えるようになって、ボトムターンをドライブさせることができるっていうのもね、この波のベクトルっていうね、その要素、これをねどれだけ意識するかによって全然波の見え方が変わってくるし、波に対する認識と意識っていうのがね変わってくるんですよね。これがあることで、初めて波のどこを使うと、波のどこでレールを使うのかっていうことがね分かってくるんですよね。まあ、根本的な原因として、どの方向に動いているのかっていうね、このねズレがあるので、このズレをしっかりと修正してあげる、これをねよく見ているサーフィンの動画だったりとかで見ていくことで、全然波の見え方が変わってきます。波に対する捉え方が変わるのでね、そのサーフィンの動画とかを見ているときに、その要素を入れてみるだけで、今度は実際にあなたが海に入って波を見るときに、波の見え方っていう、波に対する波の捉え方がね変わってくるので、ああ今までと全然波の見え方が違うなっていうことが分かってくると思います。でそして、ああこういうふうに波って使えばスピード出るなっていうのもね、イメージができるようになるので、そうするとね、基本的に脳の言語っていうのはイメージなので、そのイメージ通りにやろうとするようになっていくっていうわけなんですよね。でこの根本的原因、どの方向に動いていくのかっていうことを考えて、これがあった上で、じゃあその動作の順序、基準を作って動作の順序を覚えましょうと。ライディングにおける体の使い方の動作の順序っていうのがね、このセオリーがあるので、これを覚えましょうと。そして波の使い方と動作を統合して、まあ融合してできるようになっていくと、このねブレイクに合わせたスピベストなスピードを出すことができるようになるということです。波のブレイクに合わせてどれだけ最適なスピードをつけられるかっていうのがすごくポイントになってくるので、ただ単に走ればいいというわけでもないんですよね。それを身につけられるようになるためにも、この波のベクトルっていう要素、どの方向に動いていくのかっていうことを、まず自分の中で体とか脳にイメージができるようになってくる。そしてじゃあそのこれがどのように動いているのかっていうことが分かってくると、テイクオフからライディングのつなぎで、このどの方向に動いていくのかっていう要素が意識してできるようになると、視界が広がってきます。まあ、こういうふうになってくるってことなんですよね。ブレイクに合わせたベストなスピードがつけられるようになるということです。あなたがライディングで身につける必要があるっていうのは、この波のベクトル、波に対する考え方ですね。どうやって波を使うのか、そのプロとか、あとは CT 選手とか、まあ、そういうねトップの
上級者とかエキスパートは無意識的にやってるんですけど、それを意識的にできるようになることでよりコントロールが、ね、しやすくなってきますよね。でそして正しい目線、正しい目線、このね波のベクトルっていうのが分かってくると、正しい目線、まあ、これパワーゾーンを把握して、そのパワーゾーンをキープするためにはどういう目線が必要なのか、でそして体の使い方の基準を作っていくことで動作の順序っていうのも覚えられるので、正確な動作っていうのがねできるようになってきます。このね3つの要素をしっかりと身につけていくことで、この根本的原因っていうのを解決することができるようになります。いかがだったでしょうか。サーフィンのライディングが上手くなる3つの要素っていうのがねあるのでね、ぜひね、この動画を見てコメント欄にコメントとかしていただければなと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。